NBC 日本バスクラブのトーナメントはバスフィッシングの頂点を目指し、全国の猛者が集まる大会。そこで勝ち抜いたトップトーナメンターが釣りのテクニックや厳しさ、さらには穴場グルメや観光スポットも紹介する番組。それが GOGONBC である。愛媛県南部、一級河川肱川の最上流部に位置する野村ダム。春はマラソン大会、夏は納涼花火大会、冬はイルミネーションと大勢の観光客でにぎわう。ダム右岸には遊歩道があり、四季折々の自然を満喫できる。そんな野村ダムで行われたのが NBC チャプター愛媛第2戦今勝タックルベリーカップである。天気は雨、気温21度、水温21度、水位 80%、 水質ステイン、風は微風、小雨が降るコンディションの中でのスタートとなった。昨日ちょっとプラしてるんですけど、まあその昨日見てる魚をちょっと先何匹か見に行って、それが取れればそれ取って、その後ちょっとアフター回復系の魚を狙っていきたいと思います。今回は JB2 でも活躍する井原選手に同戦をお願いした。川筋の岩盤エリア、サイトで魚を探しながらスピニングタックルでスタート。少しずつ雨が強くなってきた。この雨が魚の活性を上げることになるのか。果たして。早々にヒット。なんとかキーパーサイズ。一応キーパーあるんで1本目です。入れ替えまで入っとってもらいます。同じタックルで引き続き岩盤を狙っていく。同じようなコーです。まあ小さいですけど、とりあえず3匹揃えてから落ち着いてやりたいと思います。3本目のヒット。サイズは小型だが、なんとかリミットの3本を揃えることができた。同じですね。とりあえず小さいですけどリミットです。ゴーゴー NBC。 ここ愛媛県野村ダムはですね、愛媛県の南部に位置するリザーバーで、全国的にもよく釣れると有名なフィールドとなっております。昨年西日本豪雨による影響がですね、非常に甚大な被害があったここ野村ダムなんですけれども、今年こうやって開催できるのも日頃の地元の皆さんのご理解があって開催できている感じです。 Go! Go! NBC! 岩盤エリアを狙う選手、水深が深い湖の真ん中を狙う選手、それぞれ様々な戦略だ。
雨もずっと降り続いている。ヒット。しかしサイズがいまいち伸びない。一緒です。今度はフロートがあるエリアにやってきた。サイトで魚を確かめる。このようなポイントは水面にたまる浮遊物に魚がついている可能性が高い。ヒット。バレないようにスイープに合わせる。しかしまた同じサイズ。スロープがある水深1メートルのシャローエリア。なんとかサイズアップを狙いたい。ヒット。ロッドが曲がる。確実にサイズアップだ。ああ、バレた。うっそー。12時40分です。12時40分。帰着の時間が迫る。ウェイン。魚を持っている選手がかなりいるようだ。2838g 村上仁選手。第4位 2873g 菊池義郎選手。第3位 2888g 永瀬則明選手。第2位 3067g 大久保光弘選手優勝です。 3089g 牧野洋平選手。5位から1位までの差は約 200g。 1位と2位の差はわずか 22g となる激戦となった。ありがとうございます。今回アフターそしてアフター回復と、この2種類の個体を狙った釣りを1日展開したんですけれども、まあ、フットボール、8分の3オンス、まあ、これのズル引き、これがですね、まあ、うまく、はまって、いいウエイトが、出ましたんで、大変良かったと思います。6月特にこの時期は、まあ、回復の魚が、まあ、刺してくるような岬なんで、まあ、それを、まあ、狙ったという感じですね。ありがとうございます。ゴーゴー NBC。 はい、OK です。ありがとうございました。